はい、スタディ鈴木です。それでは M2 デモカー5台一気乗り行ってみたいと思います。まずは、AC シュニッツァー、ACS2 スポーツ行ってまいります。当然シュニッツァーのエキゾーストが装着されているんですけれども、シュニッツァーの音っていうのは非常にこう統一が取れていて、どの車に、装着しもしてもシュニッツァーらしさのが必ずこう統一されたらしさがあるところが素晴らしいですね。足ももちろん AC シュニッツァーレーシングサスペンションですね、車高調整式、減衰調整式のサスペンションキットが入っております。非常に硬いというかしっかりね、もちろんしているんですけれども、角がやっぱうまく消されてますね。こういうのはやっぱシュニッツァーの足って本当によくできていて、もう本当サーキット走っても問題ない、硬さ強さがあるんですけれども、決して乗り心地はね、無視してない。もちろんノーマルより硬い部分はありますけれどもね、ありますけれども、そのちょうどこう体に入ってくる入力の角がうまく消えてるんですよね。これはねやはり、路面の悪いニュルブルクリンク、ね、ノルドシェライフェでもう何百周もしていつもセッティングしてますから、機上のね、あのテーブル上のデータだけではなくて、走り込んで、決めてますね。これは本当に素晴らしい足です。でこの車はシュニッツァーのホイール、もちろん ACS1、というホイールが装着されております。サイズは20インチです。 M2 の場合19インチが標準でもありますし、アフターマーケット、僕らのアフターマーケットでもやっぱり19インチが主力です。そこをあえて、シュニッツァーは自分たちのこうそのチューナーとしてのこう立ち位置をきちんとね、把握した上で20インチで、パッケージを組んでると。でもね、本当全然乗り心地はね、悪くないですよ。僕非常に腰が悪いんで、乗り心地の悪い車大嫌いなんですけれども、全然僕の腰でも全然悲鳴は上げないですね。とても、まあ足前、先ほどね申し上げたサスペンションのセッティングもいいんですけれども、20インチで全然許容範囲ですね。これは足だけじゃなくて、この車にもついてますパフォーマンスアップグレード、ブースト値、当然ノーマルよりも全然上がってるブースト値なんですけども、それもやっぱりドッカンターボのようなセッティングではなくて、まるでやはりNA のね車のような非常にこうナチュラルな加速、これがやっぱり非常にその最大パワー、最大トルク、これだけパワー上がりました、トルク上がりましたっていうだけじゃなくて、そのこうトルクカーブであったってパワーカーブ、それのナチュラル感みたいなもの、そこも追求して作り込まれてる。やっぱりさすがシュニッツァーだなと思います。結果としてやっぱりすごく乗りやすいんですよね。これだけのパワーをで弾き出しているととても思えないほど乗りやすい仕上がりになっている。これは結局疲れないにつながりますし、そして疲れないからいつまでも楽しいというところにつながっていく。やっぱりね、BMW ばっかり30年間やってる老舗ブランドですんでね、その辺はトータルのねフィニッシュのクオリティが違いますね。さすが AC シュニッツァーだなと。今日の5台のうち最初に AC シュニッツァーの車を選んだ理由は、やはりこの車が基準車だろうなと。まずはこの車を試乗して、その上で他の4台、そこをこう比較していきたいなと、そういう意図を持ちましてですね、最初にこの ACS2 スポーツ選んでまいりました。しかしね、やっぱりもちろんパワーも素晴らしいし音も気持ちいいけど、ちょっとこう次元の違う良さというのはやっぱりサスペンションですね。特にこのやはり指定の20インチのタイヤホイールでセットされたサスペンション、
このバランスが本当に素晴らしいですね。どこまでも曲がれていけちゃうような奥深さというか、例えばこのコーナー、今から曲がるこの右コーナーで入っていく左前の足が沈んで右後ろが伸びる、この辺りのそのロールバランス、この辺のセッティングがやっぱりとっても上手なんですよね。相変わらずマニーさん、マンフレッドさんがね、一人で黙々とセッティングしておりますけれども、ザックスの人に聞いてもビルシュタインの人に聞いてももう彼のセッティングがマジックだと、そういう表現をされていたのがとっても印象的でしたけれども、相変わらずいい仕事しますね。まあ、新田の場合その、ね、当然サスペンションメーカーではないので、ビルシュタインと組んだりザックスと組んだり、カーベイと組んだりして、新田のサスペンションを作るんですが、まあ、結局どこのメーカーのものを使っても最終的にシュニッツァーの足になる、そこがやっぱりねすごいなと思いますよね。いやでも本当気持ちいいな、これ最高です。またこのワインディングドライブにね、この M2 っていうもともと車自体が向いてますし、それをさらに楽しく早く楽しく気持ちよく仕上げてる ACS2 スポーツですから、楽しくないわけがない。でも改めて本当 M2 っていう車は、まあ、ノーマルでもねもちろん素晴らしい車ですけれども、そのチューニング、モディファイ、そういうのにとっても向いている、ベースとしてね向いている車両だなと思いますね。そのこのやっぱりサイズ感がちょうどいいサイズ感で、そして、そこそこちゃんとパワーもあって、そして、ね、きちんと曲がる止まるのところの性能が非常に高い車ですんでね、やっぱチューニングベースとして、これ以上ない、まあ、ある意味もう本当ね、まあ、伝説化された E46 ね、E46 の M3 以来の逸材じゃないかなと改めて、今日思いましたね。とっても楽しいです。はい、それではまず1台目 ACS2 スポーツインプレッション、とりあえずはこれにて終了でございます。